読んでください。2013年9月に日本での立命館アジア太平洋大学を卒業してベトナムに戻りました。2014年1月からアイクロカルに入社し、今都市コンサルティング部で働いています。なぜか入社したというと、社名に印象付けられたからです。アイクロカルというのはグローバルおよびローカルの意味が含まれています。大学の時からその2つのアイデアにずっと興味を持っています。世界的な視野を持って地域の開発のため自分がやれることを考えてやっていきたいと思っております。自分の夢は地球市民、グローバルシティズンとしてベトナムだけではなく様々なところへ自分にできる身近なことから行動できることです。どうぞよろしくお願いいたします。